とっとこハム太郎。しゃあ、とっとこハム太郎、パート17やってっかな。でもって、前回でようやく虹の色が全部集まりまして、まあ、虹ハムくんをね、この虹の国へ返すことができました。ただね、なんか別の問題が起きてしまっていて、とりあえずなんか虹のなんかエスカレーターみたいなの登って、この虹の国でなんかね、虹劇場っつうのやってたみたいなんだけど、その劇場が、なんか、虹ハムくんがいなくなってる間に、あ、店員の女の子がいるんだ。まあ、虹ハムくんがいなくなってる間に、その、お客さんが全然いないと。困った、どうしようってなっているところに、まあ、ハムチャンズが登場ということで、この荷物にある、この招待券、40枚あるんですけど、これを今まで出会った、まあ、ハムたちに、まあ、招待券渡して、まあ、この国に招待しようということでございますね。なんで、40枚はけなきゃいけないわけなんですが、多分ね、今ね、これ、数字が0ってなってんだけど、これが40になったら、まあ、ひとまず全員集まってよってことなんで、とりあえずね、一旦まあ、普通のクリアはしたんですが、この40人集まるまでは最低限やろうかなって、私、ブリッジ思ってます。で、虹ハムくんどこにいんの？おい、虹ハム！虹ハムくんは？おい、あいつさ、なんか俺らに招待券の仕事を押し付けておいて、あいつは、あ、なんかあいつのポスターある。なんだ適当な小学生が描いた絵。汚ねえだな。俺が描いた方がもっといいだろう。でもって、いらっしゃい。お店に案内すればね。え、うわあ！そういうのもあるんだ。ただまああれか。また台紙やらなんやらか。あ、いいんじゃねえの？これいいね。とんがりくん。とんがりコーン。まあ、いいや。で、とりあえずまた出てきて。で、これ左右って行ける場所やっけど、これはどこ行くのかな？うわ、またポスターだ。汚ねえだな。あ、ここ多分ね、ショートカットで、どっかしらと繋がんじゃねえかな？でね、招待客が来ると、ここの虹の国に来て、いろいろ見回ったりするんだよね。じゃあ、そうだな、虹ハムくんなんかいねえし、早速招待券配りに行くか。でね、このクリア後の世界になるとね、一旦まず、ハムチャンズに戻ってみると、いろいろな変化があるわけです。まあ、いろんなっつっても、そんなでもないんだけど、一応それを、まあ、ざっくり、説明だけしちゃおっかな。いいね、この BGM もほんと懐かしいな。昔のあの頃思い出しちまうわ。あの頃は良かったの。もう完全に老害よ、ジジイだ俺は。俺も年を取っちまったな。まあみんないずれ年取っからな。うん、みんな、あ、二次劇場でもって列車が来る感じが。まあみんなね、いずれ年取るんでね。あれだ、どうされたぞ、お前ら。まだ10代とか、まだ10歳いってないガキども。おい、おめえらもよ、いずれもジジンなんだからな。覚えておけ。乗っていくでありますか。イエッチュ。でもって行く場所は、とっとこ山きらめき海岸。あ、マジ？きらめき海岸行けんだ。へえ、海岸行けて、とっとこ山も行けるけど、とりあえずハメちゃんズ広場戻るか。一旦な。でもってみんながわーい、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 って感じでやります。しゃあ、モンスターエナジー夢、まさかのこのモンエナ飲みながらさ、とっとこハム太郎やるとは思わなかったわ、人生で。でもって降りて、この乗り降りがさ、長いんだよな、毎回こうやってさ、振り返って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 やるからさ、まあ、今度から乗り降りはちょっとショートカットするわ。でもってとんがりコーン行くけど、これとんがりくん呼べんのかな。いや、みんな、君たちにはこの日の毎回このくるみがね、くるみもらえるイベントか。これとんがりくん呼ぶことはできるのか。あ、とんがりくんは別にあれだ、お客さんじゃないんだね。なんか、ハブ位置回ってるみてで申し訳ないが、一応ね、知らない人のために言っとくけど、ハムちゃんズって、全部で15匹いるんだよ。いつものメンバーの13匹。まあ、ブリッジがこうやって操作している、
操作している、もしくは操作していた13匹プラスネテル君とトンガリ君で、全部で15匹のメンバーが一応ハムちゃんズの扱いになってますね。でね、どっかでね、一応これからこのクリア後の世界はね、ハムちゃんズのメンバー変えれんだよ。あれどこだっけ、どっかで変えたんだよ確か。これだっけ、あれ違え、あれどこで変えるんだっけ。ハムちゃんズのメンバー変えることができて、確か、あ、来た、ネテル君に話しかけることで、で、この12匹ハム太郎は絶対に固定で、でもって他の12匹じ、噛んだ、すっげー噛んだ、舌が痛い、本当に痛い、どうしよう、ちょっと、いったタイム、あー乗った、痛かった、痛かったぞー、もう完全にやるじゃん、悟空にさ、してやられた、なんだっけ、フリーザ様のセリフじゃん。痛かったぞーって。で、そうだね、7匹誰連れてこうか。ね、基本的にこれからさ、いろいろ探索していくわけなんですが、まあ、その探索するにあたって、また追加のミニゲームとかもあるんだよ。ハムアクションな。そのハムアクションできるメンツ、もう重要なんで、待って、もとりあえず、まあいいや、上の全員連れてって、とりあえずこのメンツでいきましょう。レッツゴー。じゃあこのメンツで、他のみんなは外に遊びに行ったみたい、むにゃむにゃ、つうことでございますね。じゃあこっからまず、そうだね、とっとこ山行くかね。いいね、久々だなこの BGM で。ここでいろいろ探索してて、あっでもまたミニゲームあったりなかったりするんで、あこれあれだ、カエルさんに触れるとミニゲームになっちまうのか。まあ別にやる必要そんなないんで。でまたいろいろ釣りしてて、そうだね、なんか特別なハムに合わなきゃいけないんだけど、でこれは普通に人参かな、人参ハムくんは確かね、お客さんじゃないはずなんで、まあなんか省いてるみてえで申し訳ねえが、そういう設定なんでね。で、一応右誰かいるか見てみっかな。あ、あ、こっからもあれか、行けるのか。とっとこ山、そうか、さっきとっとこ山あったもんな。あと、きらめき海岸つって、藍色の貝を手に入れた場所も、虹があるみたいなんで。ただごめん、乗ったっつうか入っちまったんだが、こっから別にまだ行くわけで、ヤーノンします。すいません。で、これ何のミニゲームだろう？お助けハムハム、バンジージャンプ。は？よいしょ、よいしょ。ふぅ、ちょっと疲れちゃったな。よいしょ、こらしょ、どっこいしょー。あっと、誰だ貴様。よう、子供たち、ここの崖登りは面白いぞーい。このお兄さんぐらい上手になったら、もうひょいひょいっとなー。あ、あららー。はーい。その辺に元気のいい子はいるかな。誰かひょいひょいっとお兄さんのこと助けてくれないかな。と、まあミニゲームこうやってね。あ、しかもハム太郎だ。いいね。で、操作方法は A キャッチ。なるほど、タイミングゲーかなこれは。何度か往復する間でハムスターに重なった時に A でキャッチ。キャッチできたら成功。オッケー。何回かチャンスあるって感じか。多分バウンドしてる間とかに。かな。いや、むずっ。いや、むずっ。あ、あれ、むずむず。はい、いや、オッケー。意外に難かったな。あれかな、クリア後のミニゲームだと難しいゲームも出てくるのかな、やっぱ。いや、お兄さんたら、助かっちゃったよ。ありがとね。これあげるよ。うわ、いいね。トラハムくんとトラハムちゃんのシール。なかなかいいんじゃないの？やっほー。え？まあ、そんなに私ビリッチお人よしじゃないんで、もう助けませんね。で、ゴミやっけど別にこれ、そんなにやる必要はないから、まあ、種は一応集めといて、今種何個あんだっけ？ 400 個か。
結構買い物してっからないのか。で、これ上がってって、このミニゲームもまだやる必要ねえかな。とにかく、40人とっとと集めて、やろうかなっつう感じなんだが、え？あ、ミニゲームか。避けてびっくり木登り。これは誰だ？あ、またハム太郎。やっぱ主人公だよな。で、移動棒振る。あ、なるほどね。また松ぼっくりやらなんやら落ちてくる感じかな。一応説明見て。石以外は A で飛ばせるけど、え、棒振ってる間は、まあ、オッケーオッケー。一回大将くんでやったことあっから、こうやってね、クリア後のね、場所に行くとね、いろんなミニゲーム増えてんだよね。はい。ほら、あ！で、石に当たらないように気をつける。とにかく。ほい。石は棒じゃ飛ばせないから、当たったら一旦、あ、今、ちょっと松ぼっくりに当たった気がしたけど、まあ、ゲーム側が当たってないっつってるんで、セーフです。オッケーよっしゃー、あ、しかも50点か。あー、リボンちゃんのなんか可愛いシール。で、上まで上がって、あ、誰だ貴様。ハムハー、いろいろ落としてごめんよ。今引っ越しの片付けをしていて、いらないものを捨てて、お前いらない、お前石捨てたよな、お前石はさすがにあれだろう、自分のものじゃないだろう、悪意あっただろうお前よ。あ、そうそう、こんなのが出てきたからあげるよ、じゃあね。可愛いから許す。で、左行けたよね。左行って、あ、これでは何、これは何、ジャンプで渡れ、ハラハラハラッパ。またなんかめんどくせえ、ジャンプ。で、誰がやるんだこれね。嫌なのがさ、たまたま連れてきてないハムちゃんの、ハムちゃんズのメンバーのミニゲームだと、要するにできないからね。またメンバー連れてくるまでは。で、葉っぱに足がついた時に A でジャンプ。タイミングがいいと大成功。向こうに渡れば成功。ずっと同じ葉っぱで跳ねていると落ちて。なるほどね。早めにトン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 日ののりとんするゲームか。で、できるのが、あ、できる、さすがハム太郎。なるほど、なんか空中に浮いておりますね。まあ、はい、別に普通に A でやっていけば向こう側にはいけたな。まあ、あれか、右で戻ったりすることもできるっていう感じか。まあ別に今コンペイトめちゃくちゃ欲しいわけではないんで、まあ左行って、で、今度こっち側は、あ、いける！こういうとこもくまなく探索して、え？よし、このツタを下に下ろすのだ！それ！え、こんなのもあったっけ？で、これで下に行けるようになって、あ、なるほどね。ショートカットみたいな感じか。まあ、毎回ミニゲームやるのも足りしな。んで、またなんか面白、あ、これ絶対、こういう子がね、いかにもモブキャラっぽい、モブハブっぽいやつじゃない、こういう子が、招待客として呼べるんだよね、確か。なんだっけ、クリハムちゃんだっけ、あ、ちびくりちゃんつうんだ。ハムハー、えへ、私、ちびくりちゃんよ。栗になりきって、栗のことを考えていたの、へい、暇なんだね。伊賀の中に、しっとりとした身がたっぷり。はぁ、幸せ。へけ。栗って美味しいよね。甘栗に、栗ご飯、栗羊羹でしょ。ああ、もっと素敵な栗メニューどこかにないかしら。え、虹の国があるの？もしかしたら、新しい栗メニューがあるかも。行きたいな。はい。まあ、こうやって私に行きます。ちびくりちゃんを二次劇場に招待した。で、こうやってね、招待すると、まあ、招待券の数1枚減るって感じですね。まあ、今のね、ちびくりちゃんはすげえ簡単なパターンだったんですが、条件、ハムスターによっては、今何々してるからいけないよとかっていうハムスターがあって、そのハムスターの条件をクリアしてないと招待できないキャラもいます。確かそんな気がすんだよね。そういうちょっと条件があるキャラもいるんで、そこちょっとめんどくさいやつもいるからね、気をつけなければなりません。ハムハー、俺っちはテントウムシ大好きなのさ。どうだい？俺っちの自慢のテントちゃんは。って、
あれ？俺っちのテントウちゃんがどれかわかんなくなっちゃった。どうしよう。一緒に探してくれよ。しゃあねえな。で、見つけて僕のテントウちゃん。で、ハム太郎無理。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 はい、無理、さよなら。多分、のっぽくんか、そこら辺あたりかな。まあ、無理なもんは無理なんで、もう諦めてください。で、泣いてる奴がいるね。なんで泣いとるんだ、お前は。うるるん。友達と喧嘩しちゃった。どうしようかな。うるるん。知らねえよ、そんな。あ！これあれだね。前さ、ここ行けなかったのに、こっち行けるようになってるね。で、なんと、虹の、あれもある。これ多分あれじゃない？別エリアに行けんだっけ？これで。これね、どこのエリアにも属さない場所があるんですよ、こうやって。いや、懐かしいね、この BGM。で、これなんだ？ここはシール仙人の家。シールを200種類以上持っていないハムは入れてやらぬもんね、と書いてある。え？どうやらこの中に入るにはシールをいっぱい持ってないとダメなようですね。そんなに持ってない、俺。あ、全然ねえ。え、こんなのもあったっけ？この BGM は覚えてんだよ、俺。この BGM は覚えてんだけど、このクリア後の BGM ね。で、とっとこ山。で、ここのとっとこ山もね、ここもね、新エリアなんで、こうやって登ってって、いや、ちょっとごめん。一旦ね、ここ探索する前に、他のとこにもなんかいなかったっけかな、ハム。で、ミニゲームも気になるんですが、種をゲッチュ、サルゲッチュ。ここら辺下降りれなかったっけ？あ、降りれねえか。隣マット。じゃ、あ、待って、これ。あ、公式で取れんだ。失敗？マジ？判定おかしいんじゃねえの？おれい！この棒は何に使うんだっけ？なんか遠くのもの取るのに使うんだっけ？細い棒を見つけた。なんかで使った気がすんだよね。あ、待って、こいつ、あれだ！パート2で見たやつ。この子もあれだね、招待できたはずなんだよね。あ、どんぐりくん、見つけなのだ。ハムハン、脅かさないでほしいんだな。この山に僕みたいに木の実に似てるハムがいるらしいんだな。どんなハムなんだ。あ、これちびくりちゃんじゃない？栗に似ているちびくりちゃんなら、二次劇場にいるのだ。え、ほんと？これあれだね、多分ね、ちびくりちゃんを先に二次劇場に送ってからじゃないと、まあ、送ってっていうか、招待してからじゃないと、このどんぐりくんは来ないんだよね、確か。確かそんな流れだったはず、この文面だと。でもって、これで、招待券渡して、二人目と。いいね、もう20分の1よ。で、あの種、そういえば、相変わらずどうやって取るのかわかんない。多分あれだっけ、トラハムちゃんじゃなかったっけ？なんかトラハムちゃんが、新体操のリボン。誰だ？新キャラ登場。完全にあれじゃん、スマブラの新ファイターか、こいつ。キノコちゃんとかかな。え、こんな子いたっけ？覚えてねえや。ハムハー。キノコちゃん、なんだか元気がないのだ。どうしたのだ？お友達を見つけようと思ってきたんだけど、木の実に似ているハムばっかりで、私の、なんだそれ。木の実のハムなんか好みじゃないって。ちょっとそれひどいんじゃねえの？もっと素敵なハム様に出会いたいわ。あ、へえ、二次劇場？なんだか素敵な出会いがありそう。じゃあ早速行ってみるわ。ありがとう。キノコちゃんを二次劇場に招待した。まあなんか木の実に似てるハムは好みじゃないって言ってたんだけど、まあ今二次劇場にいるの、木の実に似てるハムしかいないんだけどね。という当てつけを言っておきまして、じゃあそうだな、もう下は別にもう探索する。あ、待って、でもあれか。これ右の方にツタなかったっけ？あ、あるよね。こっち側には誰もいない感じか？あ、いないね。多分あれ、左はなんだっけ、カエルのぴょんぴょん渡りみたいなやつだから、これ右は、あ、通れないんだっけ今。そうか。あれ、一方通行だ。そういえば。
じゃあここはもういいかな。じゃあこの上行くか。上の新エリア探索すっか。でなんか、おいどうしたお前。丸太を運んだらもう腹ペコで動けねえよ。悪いけど母ちゃんからお弁当をもらってきてくれよ。うちはここからずっと右に行った突き当たりになるからさ。よろしく頼んだぜ。ここから行った突き当たり、あ、じゃあ右か。その前にこれ、これあれじゃねえの、大将くんじゃねえの。頭に乗ったね、ハム地蔵。なんかパワー系が活躍しそうな。メーターを止めて種を投げる。あ、ちげえな。目印の動きをよく見て、ハム地蔵を狙って、種がなくなる前に全部のハム地蔵の頭に。いいだろう。こういう繊細な動きはね、私ブリッジ得意です。種10個で運試しハム地蔵と書いてある。いいじゃろう。うん、あれ、あ、リボンちゃんなんだ。いいだろう、リボンちゃん、たまには活躍してくれたまえよ。あ、結構早いか、それ。はい、あ、やべ、はい、あ、やべ、あ、オッケー。あれ、あ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 、やべ、これあと1回は見せていいのか。はい、いける、よし、オッケー。はい、オッケー、あと真ん中。はい、あ、マジですの。やべえ、ギリギリセーフ、ギリギリ侍。意外にカツラ滑るんだよな。危なかった。いいね。で、じゃあこの右の方に行ってみっか。で、とりあえず石、石。え？なんかまた特殊なやつ。誰か、その扇風機止めてー。まあ、じゃあ止めるか。どうしたの？ああ、助かったよ。どうもありがとう。自分じゃ止められないんだよね、その扇風機。何をしていたのだ？自由に空を飛ぶ実験をしてるんだ。それこそ男のロマンだよな。あ、これあげるよ。どうもありがとうな。いいね、ベッド。ベッドのシール。じゃあ、あ、裏のあれだね。かわいいね、このカイトの。はい。君のあれ、ロマンは空を飛ぶことだろうなあ。一生飛んでろ。あ、待って、これ、この子もあれじゃない、オリジナルキャラじゃない。ハムハー、僕リポーターの耳寄りくんです。今回の取材は男のロマン、ハム、男のロマンハムの大特集なんだ。空を飛びたいなんていいよね。虹の国の虹劇場、それは大スクープだよ。早速取材に行かなきゃ。というわけで、渡しまして、これでとりあえず、4人分で36だろう。だから10分の1、10% クリアですね。もうちょいやるか。で、人参ありもして、あ、人参ハムくんか。まあ、別にかな。ハムハーン。やだよ、お前。俺はな、俺がな、大切に育てた人参なんだ。お前にやるか。まあ、育ててないんだけど。で、あれだね、なんか、お母ちゃんが。なんかさっきから新キャラばっかなんだが。もう新キャラのバーゲンセールか。え、これ、お猿ちゃん？あかっ、あかっ、あかっ、うちやばい。おい、待て。この喋り方だとお前、あれだとちびまるちゃんと被るぞ。キッ、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 キッ。いやー、浮きハムくんって言うんだ。男の子なんだね。木登りはとっても楽しそうなのだ。浮きハムくんはきっと高いところが大好きなのだ。浮きハムくんならきっと二次劇場も気に入ってくれるはずなのだ。お、いけっ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 、じゃあ、いけっ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 、あ、なんか知らんけど喜んでっからいいでしょう。でもってあれだね、ここら辺オレンジめちゃくちゃあるね。オレンジレンジがめちゃくちゃありますね。
てシールまとめて、じゃあちょっとこっちの人参も抜いて、でなんか右にミニゲームもあったね。ほれい。てかあれだね、なんかさっきのさ、お弁当なくて困ってる人のお母ちゃんがいないな。あ、いたわ、ごめん。いないなって言ってるそばからいたわ。すぐにいた。でもってアクションは材料を選んでお弁当作り。あ、そういうことか。で材料を選ぶ。で A で決定。で攻略は上に出る材料を左から順に覚えよう。次に下の材料を覚えた順番に選ぶ。時間内に全部選べたら成功。オッケー。まあ、こんなもんはね、記憶力の天才、もう東京大学を卒業できる実力を持っていると言われている私ブリッジにかかればもうこんなものはね簡単です。あら、おかえり、早かったわね。やらやだ、息子と間違えちゃった。え、息子がお腹を空かせて動けないって、もうそれぐらいでだらしないね。じゃあお弁当作るから誰か手伝ってくれない？やっちゅー。で誰がやんだろうなこれ。ダメ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 、解散。これまずいな。え、あ、こんなエリアもあるんだ。でも子供が泣いてら。え、待って、さっきさ誰だったらできんだろあれ。お手伝いってのっぽくん、いや、トラハメちゃん。え、カブルくんにパンダくん、え、誰かわかんねえ。いかだに乗りたい。でもまだ小さいからダメなんだって。でもでも乗りたいもん。そりゃ困ったわね。じゃあこい、あ、出たー、殿下の宝刀マフラーちゃん。まあ、うちのマフラーにねかかればねこんなもんですわ。よし。でじゃあ、あ、これさっき見つけたのあげるね。あ、ありがとう。これでまた追加のものが買えるわ。で右にはいけませんだろうと。でもってこのジジイは、おいジジイ、やめえ金よこせ。ハムハ、おやおや、元気のいい子供たちじゃんな。おやや、あ、マジ、え、あ、釣り糸があったらわしが釣り竿を作ってやるぞ。釣り糸か。でも釣り糸なんか見たっけ。そのイカダに乗ると山を降りられるぞい。イカダに乗るかの、乗る、あ、乗らない、おっしゃった。乗ってみまーす。ウィーン。え、釣り糸ってどっかにあったっけ。あ、で、ここ戻ってくるんだ。え、釣り糸、あれなんかさ、おっさんから聞くんだっけ。なんじゃなんじゃ、魚が逃げるじゃろ。釣りは静かにせんとな。お前さんたちもやるかの。いえっちゅ。でも釣り竿がないことにはの。あ、あれか、ここで釣り竿を手に入れたら、なんかミニゲームが解放されるのが。ただ、釣り竿どこじゃっけ。待って待って、釣り竿の糸さ、どこにあるか俺知らないんだよね。てか、覚えてない。いや、じゃあ、とりあえず行ったとっとこ山はこんぐらいにして、てか、あれだね。もう、割と時間経ったから、こんぐらいにするか、今回は。で、次回パートは、一旦戻って、ごめん、一旦戻ってからに、次回パートは、フラワー牧場とか、あと学校を探索して、まあ、やっていこうかなって思います。まあ、フラワー牧場もね、いろいろ行ってない場所とか、学校も行けてない部屋があるんで、まずそこ探索して、やっていけばいいのかなって思います。今あれだね、35枚。もう5枚。もう8分の1クリアしちまったから、まあ、いけるんじゃないだろうかね。いやね、楽しみだね。やっぱこのね、新エリア開放っつうのがね、たまんねえんだよな、このハメ太郎。いや、これね、女の子だけじゃなくてね、男心もわかっている。さすがハメ太郎。ということで、じゃあ次回パート18ですね。お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。